はい、あゆみです。よろしくお願いいたします。それでは今回は C 級1組順位戦の速報ということでやっていきたいと思います。まず速報を見る前に前回の状況ですね。2月5日までの状況を振り返っていきたいと思います。近藤五段が8勝1敗で首位、杉本七段が8勝1敗で2位ということで、近藤五段と杉本七段が昇級自力という形になっておりました。昇級は2名ですね。で、3月5日に、近藤五段は増田六段と、で、杉本七段は千葉七段と当たって、いずれも勝てば昇級ということで、で、藤井七段は4番手につけているわけですね。この近藤五段、杉本七段、船井六段の3名のうち、2名が敗れて自身が勝った場合のみ昇級という非常にこう、険しい道のりになっております。アベック昇級に関しては、藤井七段と杉本七段が勝って、近藤五段と船井六段が敗れるという、かなり険しい確率になっているということで、事実上ほぼ消滅という感じになっておりました。ということで、最終戦の結果見ていきたいと思います。こちらですね。現在、杉本八段が、前回杉本七段だったんですが、その間に八段に昇段して八段になっております。杉本八段が最終戦で千葉七段に見事に勝利して B 級2組復帰昇級を決めました。で、この結果昇級枠もう一つになったんですが、船江六段が金井六段に勝利したため藤井七段の勝敗に関わらず残留が確定いたしました。船江六段は、この後近藤五段対増田六段のこう対戦に昇級を委ねるという格好になっております。この後近藤五段が勝てば昇級ですし、敗れれば船井六段の昇級ということになっております。形勢はまだ難解ですね。若干増田六段の方が指せそうかなというところですが、この後まだまだ果てしなく長い戦いが続いていくんじゃないかなと思っております。で、藤井七段は隣五段との最終戦で、現在形勢は後手番ながらかなりリードしていて、おそらくこのままいくと9勝1敗になるんですが、それでもやっぱり順位がちょっと悪いということで、惜しくもこう、時点か、時時点ぐらいになってしまうという格好になっております。ということで、藤井ファンにとっては非常にこう残念な残留となってしまったんですが、9勝1敗で順位も来季かなり良くなるということで、次回昇級を期待していきたいなと思っております。して、アベック昇級ならずということで、師匠が上がって弟子だけ残留してしまうという、ちょっと普通だったら逆みたいな展開になってしまったんですが、杉本八段としてはちょっと複雑な胸中かなというところですね。ということで、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。それでは失礼いたします。